西園義半島、長崎半島のランドサット衛星写真。スペースシャトル標高データ使用。画像やや右上の湖のように閉じた水面が、大村湾大村湾の有形大村湾は、長崎県の中央部に位置する海。佐世保湾を通して、五島灘につながる。穏やかな波が、海岸に打ち寄せる様から、ことの湖の別名があり、これは、江戸期の観学者。 第三洋が呼び始めたものと伝えられる。南北約2 6トル東西約1 1トル面積約321平方キロメートルの海域で、西側を、西園木半島、南側を、琴野の小岳山麓、東側を樽岳山麓に囲まれ、さらに湾口を、ハウステンボスのある、ハリオ島が塞ぐ。佐世保湾とのつながりは、ハリ、 小島西岸のハリオセトと東岸のハイキセトだけで極めて閉鎖的な海域である。ハリオセトの最も狭いところは対岸まで180メートル、ハイキセトのそれは10メートルほどしかない。二つのセトは外海の潮積の影響を大きく受けて早い潮流が発生し、ハリオセトでは複雑な海底地形もあって大規模な渦潮が発生する。桜も 見ごろとなる3月末頃、再開発した元の公園は、潮見と花見の観光客で賑わう。激しい自然の営みを垣間見ることができるワンコーブとは、打って変わって、ワンオーブは湖のように穏やかで、エメラルドグリーンの海面が広がる。湾内には、ハリオ島以外にも島が点在するが、ほとんどは無人島である。ハリオ島の次に大きいのは、ミノ島で、 ここには1975年に長崎空港が開港した。世界初の海上空港で空港と大村市は約1キロメートルの三島大橋でつながる。他には丸く盛り上がった黒島、二つの山がつながったような二島、佐田正氏が所有している四島、戦後に戦地からの引上げ者が国策で入植した前島などがある。海岸は東部の 各家公域で、洗浄地が発達するが、他の地域はほとんどリアス式海岸で、岩場が多い。主な手腕として、小串湾、津水湾、長与湾、都義津湾、村松湾、形城湾、大串湾の各湾がある。手腕の内部は、波が高くないため湖岸も低く、昔ながらの石垣湖岸が残っている場所も多い。南部の長与町道崎には、 旧石器時代の遺跡があるが、この当時は氷河期で海水面が低下していたこともあって、大村湾は湾ではなく盆地だったと考えられている。海底の堆積物から、ハリオセットから海水が入ったのが約9000年前と推定されている。廃棄セットは狭く、水深も浅いため、かなり後になって、佐世保湾と繋がったと考えられている。繋がっている。 佐世保湾と比べて、干満の時間が約3時間も遅れる。佐世保湾と同じ水位になる前に、佐世保湾の水位が逆の変化を始めるため、結果的に、大村湾内は、干満の差が小さくなってしまう。佐世保湾の最大の干満差が3メートルほどあるのに、対し、大村湾のそれは1メートルそこそこである。流入河川は24水系51河川で、 中水面積は601平方キロメートルに達する。主な河川は、小森川、川田棚川、その木川、千和田川、群川、鈴田川、東大川、菊津川、長代川、西海川、大民、寺川などがある。これらの河川の影響もあり、湾内の海水は外目よりも塩分濃度がやや低いが、寄水というほどでもなく、あくまで海の息を出ない。 ただし、長崎県西岸を北上する暖流の影響が小さく、冬の海水温は外目より大幅に低い摂氏10度ほどまで下がる。淡水の影響が強い川口域では、狭い範囲ながら水面が薄く凍ることもある。水深は激しい潮流によってえぐられる張りセットで、最深54メートルに達するが、平均水深は15メートルに過ぎない。潮の流れが緩いため、 海底は細かい砂泥やヘドロが堆積し、ほとんどが砂泥底である。湾口部の水質は悪くないが、湾後部では排水による汚染が問題となっており、1970年代から赤潮や貧酸素水海が頻発するようになった。沿岸地域の下水道の整備は始まったばかりで、環境改善が待たれる。なお、東園議郡ハサミ町は、 大村湾に直接面してはいないが、大村湾に注ぐ川棚川水系の上流にあたり、大村湾に関する取り組みに加入する場合がある。沿岸人口は約20万人である。閉鎖的な水域ゆえの特徴的な生物が見られ、長崎県、再開パールシーリゾート、その他民間研究者による研究が継続されている。漁業面では、 真珠と生子が名産品として挙げられる。大村湾の天然真珠は古来より有名で、現在は養殖真珠にとって変わっている。また、大村湾の生子は身が柔らかいとされ、沿岸各漁協による種病放流も行われている。しかし20世紀末頃からは柔らかすぎて価値が低い、黒生子の増加が問題となっている。種病に紛れ込む上、 漁獲した漁業者が再放流してしまうことで増加に白車がかかっている。ワン部ーブではマダイ、カサゴ、マダコなど外洋性の魚介類も漁獲されるが、ワンオーブでは内湾性の魚介類が多い。漁獲されるものの一部を以下に挙げる。ありがとうございます。